2年後の東京オリンピックで発生する恐れのある渋滞やテロなどに対し、企業の大半は対策を検討していませんでした。民間調査会社によりますと、全国329社を対象にウェブアンケートを行ったところ、オリンピック期間中に発生する可能性がある交通渋滞やテロ、サイバー攻撃などに対し 58% の企業が現時点で対策を検討していないなどと答えました。その理由として、具体的な影響が算出できないという回答が最も多く、どんなことが起きるか想定できていない実態が明らかになりました。調査を行ったコンサルティング会社は、過去のイベントで実際に起きたサイバー攻撃やテロ、交通渋滞などを参考に、リスクマネジメントに取り組んでほしいとしています。